ははい、えー、こんににちはレトスののです2月6日の3問に入ります定等権を設定している不動産が賃貸されている場合において債務者の債務不履行があったとき定等権者は賃料に物上代位することができるマルか×かという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えはこれ丸ですねえこの問題は仏上大についての基本事項になりますでちょっといきなりなんですけれどもあなたは勉強中何を意識してえ勉強していますでしょうかえ仏上大の解説動画を具体例としてえ意識すべきことをお伝えします で今回のこの物上代理の問題についての解説にもなっていますので、そちらをぜひご確認ください。で動画については、こちら右上のお知らせボタン。また、この動画が終わった後にですね、最後の部分で動画の URL を出しておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、取引士、いわゆる宅建士です。 が業務上過失傷害の罪を犯し10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士はその登録を消去されることはないマルかバツかという問題です。答えは登録消去されることはありませんのでマルになります。取引士が登録消去されるのはどんな場合かっていうとこの4つのパターンですね。不正手段によって登録を受けた。 もしくは不正手段によって取引支障の交付を受けた場合。二つ目が登録の欠格自由に該当する場合。三つ目が事務禁止処分自由に該当し、特に上場が重い場合。四つ目が事務禁止処分に違反した場合。この四つなんですね。でえ、今回の内容っていうのは、業務上過失障害の罪を犯して10万円の罰金の刑に処せられたって書いてありますね。で、これっていうのは、 今話した1から4に該当しないんですね。したがって登録少女はされません。なので登録少女をされることはないっていうのは丸になるということなんですね。で、注意していただきたいのは、傷害罪による罰金刑を受けた場合なんですよ。この場合っていうのは登録少女されます。どれに該当するかというと、この2番ですね。登録の欠格自由に該当する場合、これに当たるんですね。 障害罪による罰金刑っていうのは、登録の結核自由に該当してしまいますので、登録少女処分自由に該当すると。つまり、登録の結核自由に該当するから、登録を取り消されますよっていう話です。ここの二つはきっちり対比して頭に入れていただければと思います。引っかかった方は注意してください。で、三番ですね。え、都市計画事業の認可等の広告があった場合においては、 事業地内において都市計画事業の施工の障害となる恐れがある建築物の建築等を行おうとするものは都道府県知事等の許可を受けなければならない丸かツかという問題ですね。で、考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、えー、下記の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えは丸です。都市計画事業の認可の告示後、 事事業地で施工のののの障害の恐れのある行行為を行う場合は、え知事等の許可が必要になります。この都市計画事業の認可があるってこれどういうことかっていうともう本格的に工事を開始することを意味してるんですねなのでもう変なもの建てられたりとか経営線庫つまり土地の工事とかされたら困るわけですよだからえ許可が必要なんだと いうことですね。知事の許可が必要なんだということになります。この点についても、試験では品質なので、絶対に解けるようにしておきましょう。で今回の問題でいうと、対比部分が非常に重要になってくるんですね。で、対比して、整理して頭に入れることによって使える知識になるんですよ。なので、まあ、個別指導ではそういった部分も含めて解説していますので、もし自分自身で整理できない、また整理の仕方が分からないという方は、個別指導ぜひご検討いただければと思います。 今日も動画をご覧いただきありがとうございました。まだチャンネル登録していない方は、動画の下からチャンネル登録お願いいたします。で、トイでも、えー、お伝えをした、物、えー、上大の解説動画については、こちらの真ん中の動画、えー、ご覧いただければと思います。こちらの動画で意識すべきことをぜひご確認ください。レトスの小野でした。